覚醒しなかったら異常ないねんからな、わからんわ。そのような母親ですが、今解放に向かっておるんですわ。ハッピーハッピー大ハッピーです。警備チューブ、鼻からチューブを入れて栄養補給。この前の入院で約10キロ痩せたから、今の医者はまず体力をつけないと病気なんか治らんという心温かい医者ですので、もうその鼻からもう鼻からのチューブも外して、口からまあとろみ付きですが、それを結構な量を完食しているらしいです。で元気になったので、やっぱりぐちゃだぐちゃだと言うたりもするらしいですが、そこで、あ、今日は息子さん来られてますよとか、マイナス1度、息子さん来られてますよと言うたら、それに反応して、どこにおんのとか、前はそんなことは一切なかったけどもな。来週にはもしかしたら来週の頭か分からんけど、もう退院です。の予定です。受け入れ先の施設が、まあ、大丈夫ですよ、来てくださいよとお墨付きを出していただいたら、まあそこに入れると。だからな、施設もいろんな問題があって、まあ難しいですわ。まあまあ、全てが全て現場というか介護者ではないけど、介護担当というかワーカーさんではないけども、事務の事務方でなんかうまいこといかず、出入りというかもう出っ放しでもう相談員もいないわ、もうケアマネもいないわ、もう難儀なこっちゃ。まだ窓口がない。責任を持って決定する人間もいない。
話がそれだ。ほんでもって予期せぬ2回目の入院でまたお金が飛んでいきます。なおかつ車検もあります。このバイクは私の贅沢品ですから、車内ねんけどもな、助っ人随分だから、このバイクがなければリフレッシュできないから、やっぱり人間にはリフレッシュというかリセットできる何かなければしんどいです。犬コロもビーグルも花ちゃんも17年と半年で去年の暮れに亡くなったので、やっぱり寂しいな。おって当たり前やったからな、いつも行くときは行ってくんでええとか、帰ってきたら帰ったぞだけやねんけどもな。外に出るのは新聞を取りに行くこと、バイクとか車乗るときが出へんから、わかんな。足がきつい。先が冷たい。
カザヤだ、カザヤです。カザヤのようにどこ。どこでダンプ止まってます。もうちょっと考えて、あ、そうか、悪い悪い、違うかな、ありがとうじゃなくて順番待ってるんでしょ。悪いことしたありがとう。これなんか工事かなんかで、現場入りの待ってるダンプかな思った。花岡随道、走れとは言わんが、この先で十津川第一発電所用の導水橋のあの辺りは SS の道路ですので、 SS の道路っていうのはおかしな話やけども、
となく。これは山崎トンネル。あ、そうか、ここ山崎内でええや。山崎大橋か、トイレ行きたい。今9時31分。あのダンプの排気ちょっとオイルっぽいな。優しい人やったわ。向こうも手挙げてくれやった。ありがとう。やっぱりこんな寒い時に走ってるバイクは不憫に思えるんかわからんな。